レンブは太ももかジャワ太ももの果実。種小名は中部ジャワシュートのスマランのを意味する。マレーシアではジャンブなどと呼ばれ、産地や色で細分化した呼び方がある。台湾語はマレー語ジャンブの音訳でレンブー、リアンブーと言い、日本語はこれに従っている。沖縄ではなまってデンブーと呼ぶ人もいる。中国語ではレンブー、リエンウーという。原産地は マレー半島である。台湾をはじめ、インド、フィリピン、マレーシアなどは熱帯から熱帯気候で栽培されている。レンブの木は常緑小高きで4月の5月頃に白い花が開花する。また、無数の放射状に出るメシベが特徴的である。レ部の果実は直径約3から7センチメートルで赤や緑や黒など様々な色がある。表面は 英名のワックスアップルが表すように、ローザイクのような独特の肌触りで、傷などの衝撃に弱い。中心部分は、タブイに比べスカスカしており、また種がないものも多い。禁煙種には太もも、水連部、ぐるみちゃまなどがある。味は、リンゴと梨を合わせたような、淡い味わいで、サクサクして爽やかな酸味があるが果汁は少ない。調理はせず生食のみで、 皮は剥かないでそのまま食べるが、割れ目の部分と頭の部分は食べ残す場合が多い。また、色が濃く、割れ目が食い込むようにすぼめばすぼむほど甘い傾向がある。昆虫の幼虫が内部で繁殖しやすい果物でもある。台湾ではグアバなど、他の淡い味の果実と同様に、スウメコなどと称する梅や、散雑の実の乾燥粉末に、砂糖、食塩、サッカリン酸ナトリウム、 着色料などを配合した調味料をまぶして食べることが行われており、屋台などで購入すると小袋に入れたスーメコがサービスでつくことがある。17世紀、オランダのアジアでの植民地拡大に伴い栽培地が拡大した。日本では沖縄、奄美群島のほか一部でハウス栽培などもされている。ありがとうございます。